こんにちは、サードラです。今回は前回メルゼナと写し装備を混ぜた、どのフェイを担いでも強いですよっていう汎用性のある最強装備をご紹介させていただいて、まあ、実際に作って使っていただいた方々からとてもいい反響をいただいたんですが、今回はコメント欄にもあった 担げる笛が逆に限定される代わりにさらに写し装備よりも強いですよっていう、まあ、汎用性を捨てた代わりにより強くなったって装備が完成しましたのでそちらのご紹介をさせていただこうかなと思いますで今回、えー、紹介させていただく装備が2パターンありましてまず1つ目は僕がおすすめしてる担げる笛がかなり狭まる代わりに火力と安定性がしっかりありますよっていう、まあ、僕のおすすめパターンともう1つがより火力に 特化させた最強装備でもう一つが扱いづらいまあ、PS がいるっていうか体力管理がいるって感じなんですけどえその代わりにめちゃくちゃ火力が出るっていう火力特化型ですねこの2パターンがありますので今回は2つ紹介していこうかなと思います で、まず一つ目が、今スキル画面をお見せしてるんですが、これが、まあ僕がおすすめする方の活動スキルですね。こちらに関しては、担ぐ笛っていうのが、後で紹介するんですけど、回復の旋律を吹ける笛を採用しております。まあ理由が、後で詳しくご紹介するんですが、福間共鳴ですね。これが、 ま、体力をずっと座れ続ける代わりに攻撃力が上がるっていうものになってますので、まあ、それを回復の旋律で補うっていう装備構成ですね。で、その代わりに切れ味回復が戦律で発動できないので、技物も採用してるっていう編成になりまして、一応発動スキル上から攻撃レベル7、こちらが火力上昇値が攻撃力プラス10に、さらに攻撃1.1倍入ります。 でさらに挑戦者レベル5ですね。こちらが戦闘中に相手のモンスターが起こると、えー、火力上昇値が20ですね。 さらに逆恨み。これが今回かなり強くて、体力ゲージに赤い部分がある間、攻撃力が上がるっていうものなんですが、これレベル5にすると攻撃力が25上がります。今回、福間共鳴ですね。これで HP を吸われ続ける分を回復戦率で回復していきますので、えー、この逆恨みもずっと発動しますで。あとは技物は切れ味上昇を抑えて実質火力スキルですね。と、気絶耐性レベル3は、まあこれはなくても最悪いいんですけど、まあ事故を防ぐためにつけてます。 でかけりめし使いレベル3これは、まあ、鉄柱主義の回転を良くするためで福間共鳴ですねこれが今回、まあ、メインになってましてこれを紹介するためにちょっと修練場に行きますはいで修練場にやってきたんですが早速 HP ゲージですね見て頂い,いて分かる通りこういうふうに HP がちょっとずつ 減っていく代わりに、こちらはですね、攻撃性能が上がるというものになっているんですが、これが、 え、早替えですね。で、青にしておくと攻撃力と気絶威力上昇っていう風になるんですが、これの攻撃力上昇値っていうのが、周りに今キュリアが1匹飛んでると思うんですが、この状態で攻撃力が25上がります。で、これがだいたいま、50秒から1分ですね。覚えにくいんでも約1分と思ってもらった方がいいと思うんですけど、で、1匹増えます。こんな感じで今2匹飛んでますね。この状態だと30に上がります。 で、3匹になると35に攻撃力が上がるっていうものなんですが、これは一応早替えをすると回復します。で、この回復する条件っていうのは、キュリアが2匹以上いる状態で早替えをすると HP 回復もするっていうスキルですね。っていう今回、福間共鳴も採用してまして、あとはまあ回避距離アップ。これはまあ笛において機動力で必要になってくるので、こちらと弱点特攻のレベル1はおまけですね。と、渾身と笛吹き名人を発動させてるっていうスキル。 構成で、すねで次、二つ目のパターンなんですが、これは、まあ正直個人的にはあまりおすすめをしてなくて、もう本当に相手から攻撃をもらわないタイムアタックするときとか、そういうときにはちょっと強いかなと思うんですが、ちょっと扱いづらいので、まあこっちはスキル一覧はまあこんな感じで、まあ変わってる部分っていうのが、 技物が抜けている代わりに弱点特攻を採用しております。あとはそんなにスキル構成変わらないですね。なので、まあ、技物減った代わりに弱点特攻をつけているので、まあ、切れ味を補う分、こっちの笛は、え切れ味回復の旋律が吹ける笛を担いでるっていう構成になっております。そしたら次に装備のご紹介なんですが、これがまず僕のおすすめの方の装備ですね。で、今回武器はカムラの笛を使ってまして、まあ、これがレア中なんで、ま解、あ、放されるのはかなり後に、 なるんですけど、最高レアの武器ですね。で、これを採用してる理由っていうのが、まあ、先ほども触れた通り、HP がちょっとずつ減っていくのを、回復の旋律で補いたいので、体力回復がついてる、かつ、スロット2以上が2個ついてる武器っていうのをひたすら探しまして、これが、スロット2が2個ないと、僕のお守りの場合は、どうしてもさっきのスキル構成にたどり着かないんですよね。技物か、攻撃か、挑戦者を諦めないと、たどり着けなかったので、 今回は、スロット2が2以上空いてる、かつ、回復戦率が増えるっていうのを探し続けた結果、この笛になりました。で、次に、頭が最終ボスですね。ガイアデルムの頭、八つ仇の胴、ガイアデルムの腕、え、写し共感残し、ガイアデルムの足に、まあ、お守りは今回、攻撃さんのスロ111を採用しております。で、次に装飾品なんですが、これに関しては、まあ、お守りですね。お守りも皆さん手持ちが違うと思うので、 持ってるお守りによって装飾品で調整をしていただくといいかなと思うんですけど、まあ、その調整も今回笛に2スロ以上、まあ、2と4が空いてる状態なので、まあ、お守り割と妥協されてても、装飾品で補える範囲にはなってるかなと思います。僕の場合は上から斬鉄種逆上種一応百竜装飾品は霞魂つけてます。で、超躍種2に攻撃種えー攻撃種、攻撃種攻撃種固敵種、えー、斬鉄種挑戦種 挑戦手、斬鉄数、挑戦手。で、最後に大絶手を3つつけてるっていう感じですね。で、続きまして、火力特化型ですね、先ほどご紹介した弱点特攻とかもついてる方になるんですが、それは、ほうが今回最終強化まだできてないんですけど、メルゼナの笛を使っております。理由が、まあ2スロ以上が1個空いてるっていうのと、切れ味回復を持ってるっていうのと、 あと、まあ、他にも切れ味回復だったら、ルナガロンとかいろいろ武器はあるんですが、えー、こっちの笛だと、聴覚保護がついてるんですよね。で、聴覚保護の台になれば、敵の方向中も、 攻撃をずっとすることができるので実質火力スキルかなっていうのもあるのと咆哮されてひるんじゃうとその間も HP 減ってってきついなっていうのがあるんで今回はあえてメルゼナのフェイの方を採用しておりますで装備面は一緒ですね上からこんな感じになってて使ってるお守りも一緒になっておりますで一応装飾品に関しては火力特化型はこちらですね逆上にえ今回スロー1しか空いてなかったんで低い取りの上昇スキル入れてましてあとは超薬種に 攻撃手、攻撃手二つ、固敵種、通撃手、挑戦手、挑戦手、通撃手、挑戦手に、まあ、さっきと一緒ですね、大絶詞を三つつけてるっていう編成になっております。そしたら、じゃあ最後に火力面なんですが、一応前回紹介した汎用型の装備ですね。で、一応、ま、死んだを打った場合の火力なんですが、これが279、 えー、569で大体850ほどになっております。まあ、これはもう武器によってもっと強化されてるもので、もっと火力出る笛だったらもっと出るかなと思うんですけど、次に、えー、先ほどご紹介した、こっちは僕のおすすめの方ですね。回復旋律も吹けて、えー、福間共鳴糖も解放されてるものになるんですけど、これで実際に芯打を打ってみます。 で、まず先に早掛けをして青にしてもらって攻撃力を上げてもらって、一応お見せしとくとステータス面ですね。一応攻撃力は431あります。まあ敵が起こればさらにこっから上がって450オーバーになるんですけど、今回は1匹いる状態ですね。で、死んだを打ち込むと3 24、324。 えー、659ですね。っていう風になって983になってますのでまあ見てもらってわかる通り火力がめちゃくちゃ上がってます。であとは敵が起これば普通に1000ダメージ超えを死んだで連発できるのでまあかなり強いかなって感じですね。でまあこんな感じで戦っていくと2匹とか3匹に増えていくのでどんどん火力もこれ以上上がっていきます。ベースがまあこれぐらいって感じですね。でまあ今回3匹に増えましたのでこれでもう一回死んだを打ってみるんですが火力が。 364742で1100ですね、まあ、約前回の写し装備の1.5倍近く火力が出るようになっておりますで最後に一応まあ火力特化型もご紹介はしておくんですがまあ、こっちに関してはもうシンプルに会心率ですねを上げてまして、えー、ま3音演奏をしてまあ、切れ味がこれで継続回復入ってくれるので まあ切れ味が腐らないですよっていうまあより火力面まあ砥石とかも使う分も補えて火力も出るっていうものになっておりますこれも一応まあ一匹状態の死んだを打っておくとこんな感じですね401642まあこの時点で1000を超えてますなのでより火力に特化したい方はこっちがいいかなっていう感じですねでまあ実際に使ってるところを想定するとえこんな感じですねで えーまあ、HP が大体これぐらいのペースで減っていくので、まあ、これを回復戦率でこう補いながら、まあ、回復章であればしっかり赤ゲージずっと出てる状態にできるので、えー、こんな感じでずっと立ち回っていきますで火力見たい方はまあ数字見といてもらえるといいかなと思うんですけど、まあ、HP はこんな感じでしっかり間に合ってますね回復章で間に合わせながらで時間が経つとキュリオが増えていくので、まあ、もう皆さん分かられてると思うんですが えー、こんな感じで火力がどんどん勝手に時間経過と敵が起こればさらに上がっていくっていう構成になっております。で、あと一つですね、まあもう一個あったのが継続回復の旋律ですね。まあマガイマガドの兵とかが持ってたりするんですけど、まあ今回継続回復の方を採用しなかった理由に関しては間に合わなかったんですよ。普通に吸われ続ける HP と継続回復の回復量を比べると、 間に合わなくて徐々にどうしても減っていってしまっていたので今回は継続回復じゃなくて回復の方の旋律を吹ける笛を採用しました今回はスロ2が2個空いてるっていう条件がないと僕はこの構成が組めなかったので回復旋律が小になってしまっているんですが例えばお守りで攻撃3スロ2とか 空いてる方とかは回復旋律の台ですねとかの笛を担いでさっきと同じスキル発動とかもできるかなと思いますのでこれはもうお手持ちのお守りと相談していただけるといいかなと思います個人的には前回の写しもかなりお気に入りなんですがこっちの方が火力が最終的に時間経過で1.5倍近く出てくれるので今後は僕はこっちをメインで 使っていこうかなっていうふうに思っております。特に、まあ、HP がどうしてもちょっとずつ減っていってしまうので、2オツするまではこれを使って、3オツ目は、まあ、写しでやるとかって使い分けになってくるかなっていうふうに思ってます。ご視聴ありがとうございました。他にもこういう装備おすすめだよとかご質問とかがあればコメント欄で書いていただけると嬉しいです。これからもサンブレイクの動画を上げていきますので、チャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いします。バイバイ